皆さんこんばんは、トロンボンプレイヤーの大岩和樹です。今日は5月2日、土曜日なんですけども、土曜日です。本当にもうこの、ね、自粛のこう期間というか家にいる期間が長くなって、今日何曜日なんだろうって思うことが結構あるんですけどね。今日は土曜日でございます。持続化給付金のね、受付が開始されたということで、自分も書類をね準備して、いざ申請しようと思ったんですけども、まあ土日というかゴールデンウィークに入ってしまうので税務署がお休みだと、じゃあオンライン申請はどうなんだっていうことで、いろいろやってたんですけども、 e-tax の申請のウェブサイトの方もお休みだっていうことになっていて、ね、なかなかこう悲痛な感じになってますけどもね。もうこんなに、ね、国民に自粛だ自粛だって言ってるんだから、国民の休日をずらしたらいいんじゃないかなっていうふうにちょっと思ったんですけども、果たして税務署の皆さんはね、日々対応してくれてるこう係の人たちはちゃんと休めてるんだろうかなっていうふうにその反面思ったりして、なかなかね、まあ大変な世の中ですけども。さて今日はね、自分の好きなトロンボンプレイヤーの話をしていこうかなというふうに思います。自分自身、もともとこう部活動で吹奏楽でねトロンボンを吹いていて、そこから専門学校に入ってジャズポップス系の音楽をこうメインにね勉強していったんですけども、なんか最初ジャズってい こうマニアックな音楽になかなかとっつけなくてですね、なんかよくわかんねえなみたいな風に思ってたんですよ。でそんな中でこうジェームス・ブラウンっていうね、もうめちゃくちゃかっこいいファンクの音楽をねやる人が出てきて、まあその人の音楽をね聞いてて、で後ろのねこう本セクションがいるんですけど、多分当時その時バンマスをやってた、フレッド・ウェズリーっていうトロンボーンの人がですね、もうめちゃくちゃかっこいいんですよ。もうとにかく本当にこうフレッド・ウェズリー好きな人本当に多いと思うんですけど、フレッドのねビート感というかリズム感というかね、そしてそのなんかこうソリッドなんだけどちょっと丸みのある音色とかね、本当にもう大好きで、わこれはかっこいい、こんなトロンボーンというか音楽がこの世界に存在したんだっていうことで、だいぶその時の自分にとって衝撃だったんですよね。でこれがまたですね、フレットと自分の誕生日が一緒なんですよ。7月4日なんですけど、なんか運命を感じてしまって、そこからね、もうずっと大好きなトロンボニストなんですよね。フレッド・ウェズリー。聞いたことない人はぜひ検索してもらえるといいと思うんですけど、もうぷっくり太ったおじいちゃんですね。一回だけね、その日本に来た時に自分もライブ聞きに行かせてもらった時があって、でその楽器のねケースにサインしてもらったんですけど、それがねまたこう布のケースだったんですよね。でもうなんか雨に濡れたらどんどん消えていっちゃって、でもこのケースなサイン見えないけど俺はフレットにサインしてもらったんだっていう気持ちだけを今も抱えて、ね、楽器運んでるわけなんですけど、そうね、あとはねなんかそんなこんなで、まあ、いろんな音楽聴いてるうちに、まあ、ジャズもなちょっと聴けるようになってきたなって思ってね、でジャズのトロンボーニストで好きなのはやっぱ J.J. ジョンソンですよね。 J.J. ジョンソン、まあ、これも本当に超有名な、ジャズトロンボーニストなんですけども、そうめちゃくちゃかっこいいんですよ。JJ 好きな人も本当に多いと思います。もう本当になんかこう、超、なんだろうな、マニュアルのマニュアルみたいな、こう、ね、話をしてますけども、
もうフレットと JJ はですね、自分のこうなんかこうトロンボーンをプレイする上での二大巨頭といいますか、そんな感じで考えてるんですよ。でね、なんかいろいろまあ自分自身も音楽聞くんですけど、そのトロンボーンのプレイに関してなんかその黒人的な音楽の方が自分好きなんだなっていうことをね、こうちょこちょこ思うんですよね。なんかそのニューオーリンズに行った理由もそうなんですけど、結構なんか、パラパラしてる、こう丁寧な上品な音楽っていうよりもちょっと泥臭くて、でもめちゃくちゃかっこいいみたいな、そういう音楽の方が好き で最近はですね、ワシントンで活動しているスティーロー・ソーっていう、もうこれも黒人のプレイヤーなんですけども、めちゃくちゃかっこいいので、あんまりね、こう、なんだろうな、こう CD を出してたりとかはしてないと思うんですけど、で、なんかストリートが多いみたいなんで、YouTube でね、検索すると出てくると思います。あと、インスタとかね、彼やってるので、もうそこでもね探すと出てくると思うんですけど、ちょっとまあチャンネルの概要欄にも、この動画の概要欄にもね貼っときますね、紹介の動画。そんな感じで、自分のこう音楽的方向性としては黒人のプレイヤーが好きだという感じですね。ヒョロヒョロのトロンボーン、日系トロンボーニストが黒人の音楽をしたいっていうお話でした、それではまた次回の、動画でお会いしましょう。またね。